チャオトゥティ、どうも今井俊介です。はい、今日は差し入れのお肉をね紹介していきたいと思います。それがこちらになります。ドン、松坂肉。肉、いやー魅力的。パッケージを見た瞬間わかるこの松坂肉、いやーありがとうございます。前もって言っておくんですが、おねだり動画ではございませんので、どうぞその辺はご理解よろしくお願いいたします。朝日屋さんというところですねがから、送ってきてくださった焼肉用の松坂肉でございます。個体の識別番号なんてのまであり、いやー絶対美味しい。これ塩コショウですよね。で食べてみたいと思います。これをね開けていきたいと思います。トゥルルルルルンルルルン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 、トゥルルルルルルルン、あいい、いい、いやしかも結構重さありますよこれ。というわけでオープン。バカ、おこんな感じ。いやさあ開けていきたいと思います。あああ美しい、いいっすねこれ。うわうまそう。これ見て見て見て。まあこうやってね見てるだけじゃね始まらないので、これを焼いて食べていきたいと思います。はい、さあできました。本当はホットプレート置いてこうやってジュージュージュー焼きながらね食べたかったんですけど、うーちゃーホットプレートがないんだ。いいっすねー、いい肉の量。これあまり、塩コショウほとんどかけずに焼きました。でコショウと塩、そしてまあ醤油ねとわさび。じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。うん、はあ、うまっ。ものすごくサシが効いてて、もうこれ以上食べたらきついなっていうようなお肉あるじゃないですか。もうそれとは違ってしっかりお肉の自体の味を味わえる。もちろんね油の甘みっていうのも感じるんですけど、1枚食べたら十分かなみたいなサシの効いたねお肉とはちょっと違う感じ。ちょっとわさびをここに出しておきましょう。なんかマグロのトロの部分もそうなんですけど、脂身の部分ってわさびちょっと多めにつけるとすごく美味しくなるんですか。うん、油うま。あもう終わっちゃうの。もうすぐ終わっちゃうのよ。お肉ってなくなるの早いっすよね。よいしょ。うん。うまっ。塩いいな。塩とわさびよかったな、今。おいしい。最後はねちょっとステーキ、贅沢にねステーキぐらいの厚さにしてね食べていきたいなと思ってますよ。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、本当に口の中に入れた時の肉の感じ、感触とってもいいです。で、脂っこく、まあだんだんね、最後の方はやっぱりちょっと脂きついかなと思ってきて、
油きついとちょっとこの辺がね痛くなる時があるんですけど、まあでもそこまでいかないぐらいで今の量を食べることができました。口に頬張った時の肉の感じ、そして、飲み込んでった時、なんかすべてにこうすべての細胞に松坂肉が染み渡っていった感じがします。いや、これはいい声出ますよ。いい歌いい歌歌いますね。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。今井俊介でした。バイバーイ。